今宵はガチンコバンドクラブ特別編、風間陰謀スペシャル第2弾。第1弾より驚きが増した開運エピソードを堂々披露。皆さんこんにちは。ガチンコバンドクラブ番外編ということでしてね、今回はロケに来ているんですけど、福山さん、はい、ね、ガチバンと言ったら、はい、ガチバンと言ったらもうね、うん、このスポンサーが大事ということで、はいはい、この間のライブもスポンサーとしてくれた、もちろん風間陰謀さんのところにね、今回もお邪魔するんですけど、なんとね、はい、この風間陰謀さん今すごい有名なんですけど、はい、本当に有名でガチ版にね、うん、スポンサーしていただいて本当私たち幸せですよね。そうそうそう。でその風間陰謀さんにまだ来たことがない、はいね、うん、その方が一人ゲストに来ておりますんで、初めてすごいラッキーガールじゃないですか。そうよだから開運初体験の初体験ね、はい、小林あずささんです、はい、よろしくお願いします。もっとあれですよ、農夫ですよね。カントリー娘ということで。いや、そうなんです、ね、リーダーだよね。そうですね。ね、はい、どうですか、開運とか、はい、パワースポットっていうのは。すごい興味があって、まずここに来て、もう最初からこもう場所がなんか素敵すぎちゃって、うん、もう今すごい興奮してます。でも私入ってきた時に素敵なワンピース着てるからすごい馴染んでる。そう、めちゃくちゃ馴染んでんのよ、はい、ね、合ってんのね、合わせてきたのかぐらいな感じで、本当に、素晴らしいんですよ。じゃあ早速ね、風間さんご夫婦よろしくお願いします。今日はよろしくお願いいたします。まあ、今回はこのサロンの方なんですけど、うん、はい、サロンはできてどのくらいなんですか。できて1年ぐらいです。1年、とんでもないパワースポットなんだここが。私もう汗引かなくてすっごいあったかくて。それは登山してきたからでしょ。登山者のような格好で今綺麗な格好だけど、まあ、そうなんですけど、でももう汗引かない、うん、真由美さんに汗引かないって言ったらすごいパワーがすごい、すごい、まあ確かにすごい感じませんか。感じますよ、だってもうビンビン。どうですか。ビンビンですよ。ビンビンですか。言わせたいだけだったかわいいじゃない。だからド S だから絶対言わせたいだけとねえ、本当にね。まあというわけで今回もですね、風間さんにいろんなここでの出来事の、はい、すごいことお話ししていただこうかという、はい、思っておりますけどね、はい、前回もいろんなねこと語ってもらって、開運ベスト5みたいにやったんですけど、うん、さらにそれだけじゃ収まりきれないと。そうですね、これからまたさらにいろいろといいことがあったり、はい、うん、お客様たちもすごい変化が起きましたんで、はい、そうなんですよ、うん、今日もすごい楽しみにしてきました、どんな開運の話が聞けるか、はい、じゃあ早速いっちゃいましょうかね。じゃあ開運ベスト5ということで、またはい、じゃあ第5位から。開運ランキング第5位。5位、まずまあ私事ではございますけど、はい、前回のベスト5の中で、まあ、バイクが抽選で当たったと。そうで、当たったそのバイクもあれからだいぶ経ったんで、新しいバイク買おうかなと思ってたら、うん、まあ、また同じ世界限定車が発売になって、うん、その限定車が日本に10台しかないと。でその1台がたまたまうちの近所のバイク屋に入って、はい、じゃあそこに買いに行こうと言ったら、うん、なんと抽選なんだ、欲しい人が10何人いると。で悪いけど日曜日抽選に来てくれって言われて、うん、まあ、日曜日抽選でもう気軽な普段着で行ったんですよ、うん、たらもうスーツ着てアタッシュケースやらスーツケース持った人たちがお金入れてんでしょうね、みんな来てるわけですよ、うん、何だろうと思ったらみんな大阪やら岐阜やら、うん、いろんなところから抽選のためにわざわざ新幹線乗ってホテルまで取ってきて、でそんな準備までしてきてくださったのに、普通の箱の中に札を取る普通のくじだったんですね、うん、はい、でまずじゃんけんやって勝った人から抜いてくださいって言って、じゃんけんをやったら僕が一番最初に勝っちゃう、一番目に引くの、うん、ってことは一番倍率高いわけだ、高いですね。でそれ引いてで全員引きました、うん、じゃあ一斉に上げてパッと上げたらまたしても僕が当たっちゃったんですよ。
もうそれ野球のドラフトだったらね、すごいことだよ。で、当たりました、うわやった。でもまだ購入権利ですから、うん、じゃあもうタダでもらったバイク下取りで出して、うん、だから160万で取ってくれる、はい、でも今度買うバイクは420万なんですよ。ああ、結構差額があるよ、うんうん、じゃああと260万用意しなきゃいけないなって思ってたら、うん、その次の日に買ったあのトトビックが2等で260万で290万だった、はい、うん、そう30万余ったんで、うん、ヘルメットとウェア買いましたけど。すごい、うん、どうこういう話、うん、すごいですね、うん、もうなんか、ね、買ってくださいってバイクの方が言ってる感じがしますよね。もともとそのこのワンをね、うん、このストーリーのワンを YouTube で見てもらうと分かるんだけど、うん、そのバイクもタダでもらった最初バイクから入るわけだから、 それがだからもう一銭もお金出してないです。だからでいいバイク420万の世界限定車、わらしべ長者や令和のわらしべ長者、はい、こういうミラクルがね、うん、起きるの。びっくりしますよね。でもこれ日常なんですよ。そうなんですね。風間さんご夫婦だけじゃなくて、うん、関わった方々が、うん、みんなミラクルが起きるんですよ、いいことが、うん、だからここで驚いたらダメだね。でももう全然5位ですから、しかも、うん、まだ5位。そんなのだって朝起きて歯磨くのと同じ感覚だから、うん、歯磨き感覚でそういうことが起きるんで、じゃあ第4位いきましょうか。はい、開運ランキング第4位。じゃあその4位は実は今のバイクにまた関連してるんですけど。ああ、なるほど。当然そんな高級なバイクが手に入りました。そうですよ、もう普通の駐輪場置いとくの怖いし、怖いですよ。もういつかガレージ欲しいなと。今盗まれますからね、すぐね。ガレージ欲しいなって言ってたら、たまたまうちの家から本当に数十メートルのところの倉庫が開いたと、はい、でそれ横浜市の倉庫なんで、うん、市のものなんですね、うん、で当然家賃がめちゃめちゃ安いと。安い、いやこれラッキーだって早速横浜市に連絡したら、分かりました、じゃあ名前とあの応募全部書いてください、うんうんうん、だからあの来月あの応募者の中から抽選します。また抽選、抽選また抽選いやもう当然人気なんで応募が多いんですって言って、はいはいはい、うわーと思って、で応募しました、うん、ただその抽選がなんと町内会館でもう普通の福引きに使うガラガラでやるんです。ガラガラ、そのガラガラの中に1番から10何番までその応募した人たちの番号を入れて、うん、でみんなの見てる前で玉を入れて、で回して出たやつを出す、うん、で僕その時にたまたま仕事で行かれなくて、はい、で他の人たちみんな見に行ってるわけですよ、はい、で僕行かなくて、でなんかどう結果だったんだろうなって、もう何の連絡もなかったんですけど、うん、次の日電話がかかってきた、うん、それが横浜市で、はい、もしもし、あ、風間さん、昨日の抽選なんですけど当たりました。え、どういうことですか。で現場に行った人、僕たまたま知り合い一人いたんで聞いたら、2番僕だったらしいんですけど、うん、2番入れてガラッと出たら、はい2番の方いますか、あったら誰もいなくて、うん、誰が当たったんだ、誰が当たったんだって現場が騒然となってて、うん、ね、せっかくの抽選来ないやつがいるのかよ、うんうん、みんな言ってるんですよ。おうおう、でそれ実は僕が2番で、へー、うん、すげー、まさかのガレージも夢のガレージも防火シャッター付きのトイレ洗面所全部ついてる、すごい、もうそこで生活できるぐらいのガレージ、すごい、もうそこ当たっちゃって、もう早速僕のコレクションのバイク全部並べて、いやすげえラッキー。そのくじ運どうですか、まゆみさん、どう思います。もう全ての運をくじに使ってるひくりん文化上等だこれ。キクイモを乾燥させたスーパーフード、それがキクリン。好きな料理にささっとトッピング、手軽で美味しく健康に、こわもても夢中になる美味しさ、うまい。キクイモパワーで元気100倍、かわいい名前のすごいやつ。じゃあ第3位。3位、開運ランキング第3位。でも当然今風間インボさん前のねロケしていただいた場所でお店やってたんですけど、はい、結構老朽化してきて、はい、でぼちぼち手島だし新しい店欲しいねと言ってたら、ね、ただ、うん、同じ敷地隣にある、うん、商店街 この横浜市営がやってる、うん、ところの店舗が1個空いたんですよ、はい、まあ床屋さんやってたところがもう高齢で店を畳むと、はい、畳むとで空いたんで、あ、ここ場所角地だしいいね、うんうん、でじゃあ早速また横浜市へ出た出た、ただすいませんまた抽選です、はい、またですか、もうダメ元もう応募しようと、はい、でやっぱりガラガラだったんですけど、はい、その時も僕またいなかった、いなかった、だからまたしても当たりました、横浜市の人が
風間さんどうなってるんですか、2店舗も当たった人初めてですよ、横山市の人も驚いてました。何の癒着も何にもないですよね。だってもうだって他の応募者たちが目の前で見てるわけですから。何の不正なんですよね。すごいな、当たると誰だよって、今日も来てないよってまた言われてるわけですから。子飼いの手品師を雇ってるとかね、離れて子飼いで、ね、うん、やってる人が市の職員ですから、すごい、市の担当者が抽選やってるんで、うん、誰も不正ができないように、うんうん、皆さん公平ですよっていうのをアピールしてたわけです。それがここ、ここの今、うん、この店舗がまさにその気持ち、ま、しても気持ちのいい場所が、場所が当たって、やっぱもともと運がいいんでしょうね、ここの場所ね、運がいいですね、気持ちいいですもんね、ここも本当に。開運ランキング第2位、はい、じゃあ第2位、もうこれも、はい、言っちゃうと、まあ未だに僕宝くじ相変わらず当たり続けて、昨日も当たったんですけども、はい、はい、もう毎週のように前回お見せした状態が未だにずっと引き続いてる、はい、羨ましいな。あと見せてもらって、あのね、メールが届くの、当選しました、当選しました、当選しましたって永遠に続いてるメールが来て、すごいの、毎週来てる、こうやってスクロールするとずっと当たりましたって、ロト6とロト7がナンバーズ、すごい、うん、でもね、今年は結構額大きいのが1月入ってから30万、20万、15万、80万、この間も40万かな、もう5回ぐらい今年大きいのがポポンと来てて、で、まあ、1万、2万が、1万、2万みたいのはもうほぼ毎週、うん、でも1000円しか買ってないですからね、1000円買って1万、2万が毎週当たってれば、まあ大体損しないですもんね。それはすごい、うん、当たんないですもん、だどう考えたって、ね、うん、うん、開運ランキング第1位、さあいよいよ1位の発表ですけど、はい、1位はドキドキしますね、はい、何ですかね。もうこれもちょっとありきたりと言ったらありきたりかもしれないですけど、はい、うちアスリートがいっぱい来るんですね。まあ、そうですね、はいはい、車のレーサー、バイクレーサーが格闘家、はい、格闘家もボクサー、それからキックボクシング、キックボクシングもまあライジン系、K1 系、はい、皆さん来るんですけど、はい、漏れなくチャンピオンになってますありきたりじゃないですか、ありきたりじゃない、意味わかんない、チャンピオンってなかなかなれないんですけど、そうですよ、親から金借りてでもハンコ作りたいって、はい、作ってくれた子が今じゃもう本当に看板の試合をやるぐらいのチャンピオンになってて、今15戦15勝、うわー、負け知らず、負け知らず、しかも 13KO ですか、12KO か、12KO で、はい、もうしかもイケメンと、え、めちゃくちゃイケメンなんです、イケメンなんですか、はい、イケメンなんです、イケメンしかね、スポンサーしないの失礼しましたよかった、よかったですね、イケメンで、うん、イケメンでよかった、顔直してこないといけない、ね、もうイケメンですか、うん、どうよ、イケメンが集まるんだよ、すごいですよね、うん、なんかもう関わってる方も全員も本当にね、うん、運が良くなっていってるっていうのがね、うん、本当すごいなと思います ね、チャンピオンになれるって ね、本当ですよ、なかなか、しかもイケメンっていうね、今年ね、もう一人高校生の男の子がもうじきハンコ作るんですけど、ハンコ作って年内にタイトルマッチもしやって勝てばチャンピオン取れるんですけど、ハンコ作ってからの話なんで、うん、とりあえずハンコ作って来年のだからまたこちらのね、はいはい、ガチンコの方のやらせていただいた時に、次の時に去年この予告しといたやつがどうなってるか、来年もやってくれるんですか、いやもうそのつもりで、うちもガチンコさんをやるようになってからどんどん伸びてる、本当ですか、わ、もうガチンコさんはもう切っても切れないだと僕は思ってます、わ、素晴らしい、僕自身はね、嬉しいです、でもみんなすごい感謝してて、うん、もうそのライブの時も必ずみんなでもう、ね、背中に貼ろうとか、ここにみんなプリントとかしてくれて、うん、もうみんなもう僕もだってやっぱ生で見ててもう最高に盛り上がりました、本当ですか、うん、次はもっと友達集めていきますよ、でもあのメンバーイケメンじゃないですよ小田ドリルとか全然イケメンじゃないですよ、大丈夫ですか、全然大丈夫、大丈夫ですか、ガッチャンとか、ね、全然ガッチャンとか悲しいですよ、イケメンとかそういうの関係ないです、関係ないですか、もう大丈夫ですか、音楽に、ね、イケメン関係ないです、国境もないですないですか、男も女もないです、ないですか、うん、芸能人御用達、開運印鑑の風間印房、宝くじの高額当選、ビジネスの成功、商売繁盛、開運に恵まれる人が続出、その話題性から多くのメディアに取り上げられた開運印鑑、通信販売も承り中、風間印房。
何か今困ってることとか、なんかこうなりたいなってことありますか？困ってる、ああこういうふうになったらいいなとか、そうですね、うん、ちょっと最近しばらくちょっとお休みしてたので、うん、またちょっと活動を再開したくって、うん、ちょっとここでパワーをいただいて、うん、ちょっとお仕事いっぱいいただきたいなと思ってます。いいですね、ガチンコバンドクラブがある。入れないですよね。そうです、大丈夫ですね、ここに来ればね、ここに来れば仕事増えます。はい、私も全然横浜にで仕事得なかったのに、風間さんたちとお会いしてから横浜で仕事が増えたりとかしましたよ、やっぱり。あとは宝くじ番号は違うんですけど全部数字合ってたりしました。すごくないですか？すごいね。あ、そう、近いだ、近い、そう、近いって言われるんですよ。あとはまあ買っても3000円とか当たったりとか。いいじゃん、素晴らしい。そういう細かいのがね、ちょこちょこ当たるときに忘れた頃にドンと大きいのが来るって言うんですよ。で、そのドンと大きいの来た後もまたちょこまかちょこまか細かいのが当たり続けるとまたドンと来る。だそれがこう、こうドンドンドンとこう、それがずっと続いてる。だから一度ついた運ってよくみんなもうこれで当たり取っちゃったからもうこれで運使えない、うん、そんなことない、うん、運はもうずっと一生つき続けます。よっぽど自分が何かね、運を手放すようなことをしなければついてくる、ついてくる。だまたガチンコの方も、うん、もちろん支えていただくということで、うわ嬉しい、ガチンコバトルは絶対支えますよ。嬉しい、ありがとうございます。そんなね、風間さんとか本を出しまして、はい、宣伝ですが、はい、あの昨年あの本を出しまして、私と真由美と2人で書いたんですけども、はい、あの開運ハンコの秘密、これね、あのメインのタイトルは人生がうまくいく人いかない人の開運ハンコの秘密、はい、まあ、どういうことかっていうと、世の中人生うまくいってる人いっぱいいるじゃないですか、はい、で逆に何やってもうまくいかない人います、います。この人たちの違いって何だろう、うん、実はハンコなんですよ。おもうあからさまに名前の画数悪いのに大金持ちもいっぱいいるし、名前の画数いいのに全然お金入ってこないって人もいる、うん、でも何が違うんだろう、普段人にめったに見せることがないけど実はそのハンコなんですね、うん、僕だから大金持ちや成功してる人、うまくいく人たちのハンコ見た時にみんな共通してる、必ずフルネーム、色が白い、あか太い、この3つはもう必ず共通してますね、はい、でね、あのみずほ銀行行って宝くじ当たる人たちのハンコを聞いたんですよ、はいはい、うん、そしたらやっぱりフルネーム、太い、白っぽいハンコ、この3つは共通してました。高額当選者、100万以上の高額当選者は皆さんフルネーム入ってた、入ってましたね。これはね、あのみずほの支店長がはっきり言ってました、はっきり言ってましたか、はっきり言ってました、そう、ね、だからやっぱりハンコって当たるべくして当たってる人たちは同じハンコ持ってるなっていうのがあって、そういうのを書いた本なんで、はい、読むとハンコのその歴史も含めてね、大事さがよくわかると思います、うん、だハンコの必要性が本当わかりやすく書いてあって、うんうん、使う機会がないからね、ハンコなんていいよって人結構いるんですけど、うん、使う機会の数じゃないんですよ、持ってるか持ってないかが大事だ、そのことがちゃんと書いてある、書いてある、本当わかりやすく書いてあって、わかりやすいです、うん、本当に不思議な体験も含めこの本読んでいただくと、今も本屋さんとネットでも買える、ね、ネットでもアマゾンでも何でも買えますから、はい、本屋さんでも買えますし、はい、注文していただければ買えます、はい、皆さんポチッとやっていただければ、はい、なんかね、本持っただけでもって運気良くなったって言ってだから本当は本は買えたけどハンコは作れないよって人も本読んだら急にちょっとこういろいろいいことがあって、うんうんうん、そうしたらハンコ作るぐらいの余裕できたよっていう人がハンコ作りに来てる人多いです。これもしステッカーとかついてたらみんな買ったかもしれない、あるね、かもしれない ね、まあでも本当作る前に一回読んでおくとより分かりやすいんで、ぜひお買い求めください、よろしくお願いいたします。